ワンフォー、敵輸送船の進路を確認。谷間の上空を通過するはずだ。总算清理差不多。通過する。谷間に潜み輸送船を待ち構えろ。上空を通過する時がチャンスだ。下からの攻撃で輸送船を破壊するんだ。
真是的，打得太慢了。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。難易度が高いほど強力な武器を入手できます。出撃します。フォーリナーの輸送船団だ。明日が晴れる。多く倒した方が飯をおごる。敵に沢の橋を確保しろ。
是有时刻。
没有掉补血的。够麻烦的。加补血的。
有两个峡谷之间的差距。不叫补血的我都是
等敲门打开才行。算打爆喵子，两艘飞船打爆，剩下的清掉就可以了。再来捡一些东西。哇，往上打了。关打好久，
送船の進路を確認。谷間の上空を通過するはずだ。敵輸送船は谷間の上空を通過する。うん、はいよ。谷間に潜み輸送船を待ち構えろ。上空を通過する時がチャンスだ。下からの攻撃で輸送船を破壊するんだ。
紧急脱离。進路上に機構部隊が展開、まもなく迎撃作戦が始まります。30機以上のベガルト M2 が出ているはずだ。凄まじい戦いになるぞ。空軍もすでに発進、空爆も始まります。这一分就打了一个小时了。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。
つまで装備することができます。好像都没有特别好的东西。陛下を選んでください。ミッションを選んでください。防距离支援师，武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つ武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。
武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。ミッションを選んでください。難易度を選んで出撃します。あ、すすけ、We'll be right back.
新の情報が入りました。どうやら防御スクリーンを展開できるようです。武装は確認できません。防御スクリーンを運搬する輸送用マシンと思われます。輸送マシンにこれだけの被害を受けたのか。ベガルタ M2 の攻撃、そして空爆すらも防がれました。ヘクトルは防御スクリーンで守られ、戦いは一方的なものとなりました。他の兵器を守るために運用されるマシンか。厄介な相手だ。以後この敵をシールドベアラーと呼称する。はい。这样再说了，不能走。4つまで装備することができます。No, why?武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。
ションを選んでください。難易度を選んでください。出撃します。出撃。新型歩行マシンの映像です。防御スクリーンを展開しています。ドーム型の壁のようなもので、これまでこの壁を貫いた兵器はありません。行動堡垒。空爆時の映像です。空袭。傷一つついていません。完全没有受损。ですが見てください。周囲の建物は壁を通り抜けています。このことから防御スクリーンは高い運動量を持つ物体だけに作用すると考えられます。だとすれば、質量の小さい物体が低速で通過することは可能。つまり。生身の人間は防御スクリーンを越えられます。こちらフェンサー、防御スクリーンは目の前だ。敵の新型方向メーカーをシールドベアラーと呼称せよ。防御スクリーンを突破し、シールドベアラーを破壊せよ。物体が巨大であれば、たとえゆっくり動いていても、その運動エネルギーによって防御スクリーンの影響を受ける。だが人間の大きさなら、歩いて通過することができるはずだ。防御スクリーンに突入する。行くぞ。防御スクリーンを越えた人類は俺たちだけだ。左手右手全部都是重型火力。完全没动心火炮。シールドベアラーがいるぞ。センサー、シールドベアラーに接近し攻撃しろ。2017年の戦いでフォーリナーに防御スクリーン技術があることは分かっていた。マザーシップが広範囲に壁を展開したことは予想外だったが、局地戦に投入されるのは想定済みだ。フェンサーの装備はこの時のためにある。緊急警告、空軍が爆撃を開始します。敵から離れてください。空爆始まります。敵を探すと防御スクリーンは破れない。空軍は意地になっているようだな。空爆は要請した時だけにしてほしいものだ。できています。
么都是重型武器，都不相信打不到。
你 PP。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。こちらスカウトツール、タワーを確認。あのタワーが防御スクリーンを発生させているようです。フェンサーは防御スクリーン内部に突入する。ストームチーム、レンジャーチームはフェンサーを援護しろ。フェンサー以外でも防御スクリーンを突破することができるはずだが、フェンサーはそのための訓練を受けている。この任務にはフェンサーが適任だ。我々が防御スクリーンを破らねば人類が敗北する。行くぞ。この戦闘のためにフェンサーがいる。この装備があれば防御スクリーンに出られる。巨大生物が作った地底トンネルへの出口があります。ポーリナは防御スクリーンで巨大生物を守っているようです。一体なぜそんなことを。ポーリナは巨大生物が進化増殖することを望んでいるに違いない。それも我々が考えるより強い願いだ。そうでなければこうまでして巨大生物を守るわけがない。一体巨大生物の進化の果てに何があるというのだ。ネオスパンチン進化へ。
攻撃が防がれるだけでなく自爆の危険があるぞ。算清完了。捡东西。
ください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。闪电枪，巣から巨大生物が出てくるぞ。ルーサイの割に追いを止めない。暗闇で戦うのは不利だ。最後に
てもわかりゃしねえぞ。なんで俺たちが出るのにはライトが地球を守る。早めに恐れるな。はっ、这样不是应该在飞行上？飞弹飞到上面去。
他自己。ストームチーム、その先にレンジャーセブンがいる。合流しよう。レンジャーセブン、ストームチームがそちらに向かう。レンジャーセブン、了解。それはセブン。こうやって巣穴に潜ったことがある。何度も聞いたぜ。あの時は英雄がいたから助かった。英雄？ああ、マザーシップを撃墜した英雄だ。何が英雄だ、そんな話。いや、もちろんだ。对啊，好多种子，种子危机。敵の気配を確認しろ。
装備することができます。します。
行天哪吗？すり鉢状の空洞か。こんなところで襲われたらひとたまりもない。敵だ。
真是的。队员全部死光光，超出力的雷射炮。在战场前冲，武器を選んでください。ミッションを選んでください。巨人兵団。フェンサーは4つまで装備することができます。
サーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。難易度が高いほど強力な武器を入手できます。出撃します。退却の許可を求め。にゃ。っています。敵を探す。敵は追う。撤退は認めない。新たな部隊を投入した。敵を押し返せ。わかるのか。
機を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。新机器人可以多。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。より失礼します。
器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。有点刺激。装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。することができます。不行，就用这个，会飞的。レンジャーナインが退却の許可を求めています。敵を撤退は認めない。新たな部隊を投入した。敵を押し返せ。Thank you.
何を倒せばいいんだ。戦闘準備できています。敵はやる気だ。敵はいないのか。干掉。
を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。安顿破计划。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。総員、戦闘を開始せよ。作戦目標はマザーシップの撃墜だ。哇，超大颗的。
救援センターです。フェンサーは4つまで装備することができます。We'll be right back.
近距離。武器を選んでください。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。出撃します。嗯，好，打完这个特殊就休息。こちら作戦司令本部、雲型巨大生物を殲滅しろ。根本忍者王
だ。这个装备越来越猛了，打下去瞬间粉碎。嗯，好，今天的进度到这边，进行到第25关。哇，好像有50关了。Oh, don't.